銀酒は、酒目け化に属する魚類の一種。別名、広報サーモン、シルバーサーモン。天然では、ロシア沿海地方から、千島列島、アメリカ合衆国カリフォルニア州にかけての北部、太平洋地域に生息し、北海道の河川には遡上しない。外観は白酒に似ているが、肌目が銀色で背部から尾にかけて、小さな黒点を有する。 河川の上流域まで遡上し、流れの速い浅瀬を選んで産卵する。産卵は10月から翌年2月頃に行われる。外観のみならず産卵行動も、白酒と基本的に似ていて、産卵床は、湧水のある、砂利層を好み形成する。産卵後2から3ヶ月程度で孵化、浮上した事業は、1から2年間淡水生活をした後に公開して、海洋生活へと移行するが、 浮上後すぐに公開する個体もいる。サクラマスのように川に残留する個体は、ほとんどいない。川口付近に住み、群れを作らずに、流れの緩い深みで縄張りを作って生活する。河川での餌は、水生昆虫が中心。体長10から15センチメートルくらいで、スモルト化した個体は、公開する。公開は、アメリカでは4の5月、千島列島北部では7の8月。 3年から4年で成熟し、50センチメートルから65センチメートルにまで成長した後に母船回帰する。日本での回帰個体の漁獲を目的とする放流は、1974年と翌年の渋別川、1978年の稲荷川などがあるが、夏季の温度上昇のために定着しなかった。以来、放流は行われていない。 ごく稀に迷い酒となった素状個体が北海道の河川で捕獲されることもある。2011年の東北地方太平洋沖地震津波で養殖用の池酢が大量に流出した直後には三陸地方でも素状が確認された。海洋では魚食性が強いと言われる雑食性で主にイカを捕食する。白酒やベニ酒の分布域よりやや南の海域に分布し、 指摘水温は摂氏9度程度である。また、表面水温摂氏16度以上の海域では、捕獲されたことがない。五代湖に移植されたほか、宮城県やチリでの海面養殖が行われている。市場に並ぶ銀座家かつては、オホーツク海やベイリング海での北洋漁業で、捕獲されていたが、資源保護のための漁獲量制限や、創業海域の縮小などにより、 捕獲はほとんど行われていない。成長が早いことから注目され、1976年に宮城県静川湾で海面養殖が開始された。1993年まではアメリカからの輸入卵を使用し、最盛期の1991年には2万7000トン、あまりが生産されたが、低価格なチリさの影響を受けて低迷し、年間1万トン程度の生産量となった。 さらに2011年、東北地方太平洋沖地震発生時の津波により、養殖施設に壊滅的な打撃を受けた。大手商社の三井物産は、チリの大手酒養殖業者のマルチエキスポートと新会社を設立。三菱商事もチリの養殖会社を総額100億円で買収した。スモルトカスルまで淡水で養殖して、海水順応させた後、池杖、 海面養殖する。淡水でも成熟、産卵する。餌には、スケトウダラのすり身を主原料とした、配合飼料を使用する。海水温が、摂氏18度を超えると死亡する個体が増加し、摂氏21度を超えると、ほぼ全滅する。白酒や紅酒の代用で、昭和中頃より、食用にされている。養殖の普及と成長の早さから比較的安価で、 あるのにもかかわらず、油が乗っていて微妙なため、切り身、塩酒、コンビニエンスストアのおにぎりなどによく用いられる。ありがとうございます。